5回目。え？あんたがこの店に入ってからため息をついた回数。あ、ごめん。謝らなくていいよ、別に。うん。6回目。あう。ねえ、私たちって友達だよね。え、あ、うん。私が思うに友達っていうのはさ、何か困ったことがあったら相談したり愚痴聞いたり、そういうこともするもんだと思うの。うん、そうだね、そうかもね。私が前に彼氏と別れた時、あんたに泣きながら電話かけたじゃん。うん。夜中の3時までずっと一方的に泣き言聞かせてさ、さすがに申し訳ないことしたなって思ったけど、あんたそのことについて何にも文句言ってこなかったよね。そうだっけ？そうだったの。私は悲しみに暮れながら思ったよ。この子はなんていい子なんだろうって。いつかこの子に何かがあった時には全力で助けてやろうって。私その時誓ったね。そうなの？それはなんていうか、そのありがとう。うん。でもし差し支えなければため息の理由を私に教えてくれない？あ、別に言いたくないなら無理しなくてもいいけど、誰かに話すと楽になるってこともあるって言うし。うん。おあつらい向きに、ここはハンバーガー屋さんですしね。さ、心の内を存分にさらけ出してごらん。ポテトでもつまみつつ。うん、ありがとう。実はその好きな人にね、彼女ができたみたいで。ああ、うん、そっか、それはきついね。ちょっと待って、結構いろんなパターンの想像してたつもりなんだけど、うまい言葉が出てこないの。こういう時どういう言葉をかけるのが正解なのかわからないの。なんかごめん、聞いといて無責任で。あ、うん、それは別にいいんだけど。うわー、そっか、そういうパターンか。そのどんまい。ごめん、私いつも言われる側だから何言っていいか分かんなくて。うん、そっか、そっか。うん、あれ、確かあんたの好きな人ってあれでしょ、うちのクラスの、なんだっけ、ワープロ部の幽霊部員のなんとかっていう。うん、そう。小学生以来ずっとクラスが一緒だっていう。うん、あ、幼稚園の頃からだけど。付き合ってたんじゃなかったの？なかったんですよ、これが。そっか。ごめん、コメントしづらい話で。あ、いや、別にそういうわけじゃ。ううん、だって私の恋心10年単位だもん。そりゃコメントに困るよね。小学生の頃から毎日一緒に登下校して、休みの日には一緒に出かけたり家で遊んだりして、もしやこれはすでに付き合っていると言って良いのではと思ってたら、これだもん。笑っちゃうよね。はあ、いつ知ったの？彼女ができたって。え、春休みの間だったと思うけど。様子が変だったのは休みボケじゃなかったわけだ。さすがの私も夜をはかなみたくなるってもんですよ。その元気出しなよ。ほら、男なんて星の数ほどいるんだし。それ嫌い。え？確かに男の人はたくさんいるけど、同じ人は2人もいないんだよ。同じ波はもう来ないんだよ。この世は椅子取りゲームなの。誰もが欲望のまま限りある資源を奪い合うサバンナなの。まあそれが取れなくてもたくさん余ってるからいいか、なんて言ってると、あっという間に座りたい椅子がなくなっちゃうんだからね。なんかごめん、私の欲しい椅子なくなっちゃった。落ち込んでるところ悪いんだけど、ちょっといい？何？そこまでハングリーな価値観を持ってたんなら、なんで告白しなかったの？それ聞いちゃう？ごめん。いや、いいんだけど、それはその、なんというか、ちょっとした事情っていうか。事情？
それがね、小学5年くらいの時の話なんだけどさ。俺、お前のこと好きだ。え？あ、その、私も。でも。え？まだお前には告白しない。え？今したよ。したよね。だって俺にはまだお前を養えるだけの解消がないから。え？あれ？だから俺が一人前の男になったら、その時お前にプロポーズする。え？というやりとりがあって。何それ、私にもよくわからない。そりゃそうだろうけど。思えば彼は昔から変わってたんですよ。みんなが虫キングしてる間に一人でダムダムボーイやってるような男子だったの。単にメダルゲームの方が安上がりだからじゃない？例え話で、その発言を真に受けてたわけ？真に受けてたってわけじゃないけど、こっちからは言いにくい雰囲気で。で、結局何事もなかったかのようにあっちは彼女を作っちゃったと。うん、それはなんというかひどいね。だよね、やっぱりひどいよね。正直どうかと思うよね。だよね、そうだよね、ひどいよね、ひどいよ。ああ、落ち着け落ち着け。ほれ、ポテト食え。ぐー。まあひどいね。子供の頃の冗談だとしても、冗談だって言わない分悪質っていうか。そう、そこなんだよ。冗談なら冗談だったってちゃんと言ってほしいの。あんな話をされたら私だってどう反応すればいいかわかんないよ。正直そこら辺はなんかおかしなこと言い出したなくらいの反応でよかったと思うけど。あんな子供の頃の言葉に振り回されて告白もせずに時間を無駄にすること早数年。不思議と涙も出ませんよ。そんなにやさぐれなくても。つうか、あのワープロ部員のどこが良かったの？え？別にバカにするつもりじゃないけどさ、結構気になる。あ、優しいところ？ごめん、私が悪かった。本当に優しいよ。例えば、アイスとかおごってくれるし。私が課題見せた時にお礼としてだったけど。私が転んだ時には手を差し伸べてくれるし、絆創膏もくれたし。あとはその、これ以上はよそうか。きっと恋に理由なんていらないんだよ。本当に優しいんだってば。まあその優しい彼は今も人の彼氏ってわけですよ。何か言って。ああ、ご首相様、実は私のこと嫌い？いや、そんなつもりじゃなくて。悪意はなくても人は傷つくんだよ。ああ、もう私が悪かったって。ごめん、私が悪い。八つ当たりしてた。話聞いてくれてありがとう、クミちゃん。いや、私もごめん、変なことばっかり言って。したっていいよ、八つ当たりくらい。でも私の名前はクミじゃないから。あのさ、知ってる？何？アメリカのどっかの州ではさ、用事もないのに人を呼び出すと罰金取られるんだって。へえ。それ本当？いや、適当に言った。あっそ、適当に言ったが、正直罰金でも取りたい気分だな。土曜日の朝っていうのはさ、貴重な時間だと思わん？一週間の疲れをぐっと癒したいよね、二度寝で。二度寝な、大事だよな、二度寝は。大事だよ、二度寝は。俺なんて平日も二度寝したいがために、起きなきゃいけない時間の1時間前に目覚ましセットしてるもん。時々目覚まし止まっちゃって普通の時間に起きちゃうと損した気になるんだよな。二度寝に生活支配されすぎだろう。まあとにかく二度寝っていうのは大事だよなって話を俺がしたいのは。でだ、その土曜日の貴重な睡眠時間を俺から奪ったやつがいるよな、この場に一人。お前から呼び出されるなんてめったにないから、何か大事な話でもあるんだと思ったよ。でもお前は一向に話を始めないし、なぜか俺たちはお前の部屋で初代スマブラやってるし。
なんなん？俺の眠気どっか行っちゃったけど責任取ってくれんの？あとモンスターボールやめてくんない？眠くなくなったんならいいだろ。わかんねえかな。眠い時に眠れるっていうのは気持ちいいんだよ。土曜日の楽しみなの、それが。いやわかるけどさ。いやお前わかってねえよ。と、あ、お、た、うわあ。お前マジ下手な。カービィ使ってつわもの気取ってんじゃねえよ。あー畜生、スノボキッズやろうぜ。で、デッドは？話があるんだろ。っていうかなかったら殴るけど。あー、何？なんか悩み事？いや、それがまあ。どうした？振られた？お、振られた？振られたんか？うん？ちょっと話してみ。なんで嬉しそうなんだよ、お前は。まあ、振られたっていうか。うんうん。はよ話せや。口聞いてもらえなくなった。ヘイ、イエイ。キャッホー。殴るぞ、お前。やんのか、おら。来いや来いや。ヘイヘイ、カモン。なんでお前はそんなに嬉しそうなんだよ、本当に。あのね、俺とお前、結構長い付き合いじゃん？じゃん？まあな。なのに、お前だけ彼女できたじゃん？じゃん？早く最後まで話せよ。お前が嫁さんとイチャイチャしてた姿を、俺は横目で眺めてたわけじゃん？まあ、そうなるのか？一緒に帰ったり、土日に映画見に行ったりね。放課後暗くなるまで教室で雑談してたりさ。正直死ねよって思うじゃん、普通。怖えよ、お前。むしろ感謝しろよ。何に？ここが日本であることにだよ。アメリカのどっかの州だとあれだから、人前でイチャイチャすると最大30日間拘留されるから。適当なこと言うなよ。ん？ああ、うん。いや、マジだよ、交流。え？マジマジ、トゥルース、ネットで見たもん。怪しいな、おい。とりあえず今年のクリスマスまでに署名集めて、その法律、日本でも作る運動を始めようと思ってるんだよね。先に彼女作れよ。ああ、死ね。で、なんで口聞いてもらえなくなったわけ？真剣に相談に乗ってくれる気になったか？いや、どういうのがダメなのか自分の時に参考にするから。揺るぎねえよな、お前。一本筋の通った男だからな。で、なんで？心当たりないの？いや、あるにはあるけど。なんだよ。つまり、春だったろ？何が？季節がさ。まあ春だったっていうか、なう、春だな、ハルイング。さっきからなんでところどころ英語混ぜてんの？ちげえし、英語じゃねえし。俺が独自に開発したイング語だし。何言ってんの、お前。まあ4月だったんだよ、口聞いてもらえなくなった日がさ。へえ、4月1日だったんだよ。何の日か知ってる？衣替えだろ。エイプリルフールだったんだよ。ああ、そういう見方もあるな。嘘をついたんだよ。え、なんで？エイプリルフールだったから。イベントごとに乗せられやすい男ってどうよ。クリスマスプレゼントとお年玉の前で同じことを言ってみろよ。あ？もうそんな年でもなかろうよ、お坊ちゃまめ。で、どんな嘘だったのよ。いや、それが、帰るわ。彼女できたって。は？待った待った、タイムタイム、ちょっと待って。あのさ、口聞いてくれなくなったのってあの子だろ？認識合ってるよな？あの子がどの子かは知らんが。だからお前と一緒に帰ったり一緒に出かけたり手つないだりしてた子のことだよ。言わせんな、殺すぞ。理不尽だろ。それで合ってると思うけど、手はつないだことない。どうでもいいわ。で、その子に彼女ができたって言ったって？うん。あのさ、すごい基本的なこと聞いていい？おう。お前、あの子と付き合ってたんじゃねえの？いや。は？はぁ？怖いからその顔やめてくんね。え、え、な、は、え？じゃああれなの？お前付き合ってもない子を家に呼んで晩ご飯作ってもらってたの？いや、まあそうなるけど。
彼女でもないこと、今日晩ご飯何がいい？ハンバーグって会話してたの？何それ？お前それアメリカだったら死刑だよ。ほんとここが日本でよかったよ。命あることに感謝しろよお前。まあとにかくそいつで会ってる。マジかよ、ずうずうしいやつだなお前。でなんでそんな嘘ついた？いや、なんていうか、いろいろと事情が重なってたんだけど。まあとにかくその嘘をついてから避けられてるっていうか。どんな風に？朝家に迎えに来なくなったし、土日も家に来なくなったし、話しかけても用事があるって言って逃げてくし、もうどうすればいいのやら。いろいろ言いたいことはあるが、とりあえずそれは俺にとってはごく当たり前の日常だ。ああ、なんであんな嘘ついちゃったんだろう。お前に分かんなかったら俺にも分かんないけどな。魔が差したんだよ、エイプリルフールだったし。エイプリルフールが悪い、考えてやつしね。いや、悪いのはお前だと思うよ。知ってるよ、なんで急に冷静になるんだよお前。ほら、ミステリアスなクールさが売りだから。意味わからんし。まああれな、今までが奇跡みたいなもんだったって思っとけよ。普通に考えてまともじゃないって。あんな可愛い子があんなに尽くしてくれるなんてさ、いい思いしたなって思って納得しとけな。じゃないと早死にするぜ。お前実は俺のこと嫌いだろ。女にモテるやつは大体嫌いだよ。俺もだよ。とりあえずお前は死ね。なんで？あのさ、あの美少女がだよ、お前を毎朝起こしたりさ、晩飯作ってくれたりさ、一緒に出かけたり遊んだりするんだよ。これに恋愛感情がなかったら変じゃね？昔からの付き合いって言ったって、お前のこと好きじゃなかったらそこまでするわけないじゃん。だよな。あ？いや、俺も思ってたんだよ、あいつ絶対俺のこと好きだろって。へえ、あ、そう。こないだ親いない時に晩飯作りに来てくれたんだけどさ、そいつはすごいな。まだ何も言ってねえよ。その段階で俺からしたら一元の話だってことだよバカ野郎。どうぞ続けてくれたまえ。その時帰り際に玄関まで送ろうとしたら廊下で転んじゃってさ。はあ。滑って押し倒しちゃって。うん、胸触っちゃったんだよ、事故。もっと正確に言うと？だ。何秒？15秒くらい。ああ、5秒ならな、5秒なら金庫刑で済んだんだけどな。15秒はどう考えても下心あるだろう、死刑。で、だわけだ、むにゅっと。むにゅっと言うより、言うよりくにゅというか。今のは忘れてくれ。覚えているともさ。で、どうなった？早く。いや、たっぷり15秒そのままの姿勢で見つめ合ってたな。その間お前の指先は動き続けてたわけな。不思議だよな、指だけ別の生き物みたいだったよ。不思議じゃねえよ、お前の性欲が強いだけの話だわ。で、まずいと思ってさすがに立ち上がって謝ったわけ。たっぷり15秒堪能してからか。お前今日トゲあるぞ。この程度で済んでることに感謝しろよ。で、したらなんて言われたの？それが。無駄にもったいぶんのやめてくんねえかな。別にいいよ、嫌じゃなかったしって。あー、頬をあからめつつ、言い終えた後にて、何言ってるんだろう私って言いつつ、そこまでわざとらしくはなかったが照れくさそうにはしてたな。とりあえずお前が死ねば全部解決だってことは分かった。まあそんなことがあったわけだよ、言いたいことわかる？あ？つまりあいつってどう考えても俺のこと好きじゃね？お前死んだら？真面目な話をしてるんだ。真面目にそんなこと言うから殺意が湧くんだよ。まあそうな、てっきり俺も付き合ってると思ってたし、好かれてるんじゃねえの？投げやりだな。投げやりにもなるわ。まあ
俺もそう思ったわけだよってちょっとね、牽制みたいな意味を込めてね。鬱陶しいやつだな、告白しろよ。勘違いだったら恥ずかしいじゃん。バカかお前。まあ割と。え、つまり何？じゃああれか、意識してくれてるかどうかを確認するために嘘ついたの？バッカじゃないの？バッカじゃないの？なんで裏声で言うわけ？ツンデレっぽくね。いや別に。あ、そう、会心の出来だと思ったんだけど。つまりあれだ、お前の予定では彼女できたって言えば何か反応があるんじゃないかと思ったわけだな。そうそう。なんですぐに嘘だったって言わなかったんだよ。いや言ったんだよ。は？言ったの、嘘だってちゃんとすぐに。なんてなって。いや嘘だよって。あ、そう、でなんて言われたの？それがなんていうか、こうこっちの声が耳に入らなくなったみたいでさ。ん？うん、わかってる。うん、大丈夫、大丈夫だから、とうつろな瞳で上ごとのように何度も繰り返していた。あー、そうな、お前が悪いだよな。それ以来何回話しかけても避けられるし、説明する機会もないし、時間が経てば経つほど嘘だったとは言いにくい雰囲気になってきたし。臆病者にはふさわしい結末だな。リングに上がらずヤジだけ飛ばすって、お前みたいなやつにふさわしい言葉だよな。まあそういう自負はあるよ。持つなよそんな自負。とにかくそんな風になってしまっているんだよ今。ナウ。俺のナウ語パクってんじゃねえよ。さっきと名前変わってね。どんまい。嬉しそうな顔しやがって。お前慰める気ないだろ。あるわけねえだろバーカ。どうすりゃいいんだよ、話しかけても逃げられるし。喉乾いたな、ちょっと飲み物取ってきていい？話聞けよ。あと人んちの冷蔵庫勝手に漁ろうとすんな。俺とお前の仲じゃん。いい笑顔しやがって。おお、オランジーナあるじゃん、もらっていい？え、オランジーナこれ。あ、飲みかけか。あー、それあいつが忘れてったやつだ。え、うん、いやなんつーかさ、話で聞く分にはいくら聞いてもある程度ダメージ量に限界があるんだけど、実際に女の影が生活に食い込んでるのを見ると凄まじくダメージ食らうわ。ちょっと口づけて関節キスしてみていい？あー、殺すぞ。ごめんなさい。最後に来たのが1日だからもう2週間前のやつだな。ペットボトルの質に賞味期限はないぜ。死なすぞ。じゃあお前がやったら？おーい、お前の発想が気持ち悪い。心に響くシンプルな罵倒だな。つーかさ、お前も関節チューすら阻止したいほど好きなら告白しとけばよかったじゃん、素直に。まあそれもなんていうかさ。なに？実は小学5年くらいの頃にさ、一回告白したことあるんだよ俺。へえ。まあその時のあれが、なんていうか黒歴史なんだよ。未だに思い出しては足をバタバタさせてもだえてる。よくわからんが、お前が深い業を背負っていることはわかった。あんなこと言っといて今更普通に告白とか恥ずかしいっていうか、昔のことだから忘れてるかもしれないけど、でも小学5年生って微妙なとこじゃん。まあ確かに。あれを未だに覚えられていると思うと引きこもりたくなる。そこまで言われると俄然興味が湧いてくるな。貴様には教えん。くだらねえところで意地を張るやつだ。そういや電話はかけてみたのか？電話？普通に話しかけても避けられてるっていうのは分かったけど、電話は？試してないな、そういえば。お前ってバカだよな。うるせえ。じゃあかけてみればいいじゃん電話。今？今ちょうど土曜の昼時だし、のど自慢やってるし。ダメなの？いや、なんか怖い。なんかすげえやる気なくなってきたわ。いいよ、じゃあ
お前もう一生グダグダやってろよ。なんだよ急に。あの子のことは俺に任せとけな。昇進のところに優しく声をかけてきてやるよ。お前のことを思い出して落ち込むことなんてなくなるだろうさ。あの子のハートがっつりキャッチしといてやるよ。だから心配するな、な。なんでだろうな。お前に煽られても全く不安にならないのは。殴るぞお前。じゃあちょっとかけてみるわ。おう、ハリアップ。うまくいくように祈祷しといてやるよ。おう、じゃあかけるわ。横で聞いてていい？ダメ、フォールしてる。おいおま、いきなり人んちのクイックルワイパー振り回すのやめてくんない？何考えてんの？いや、祈祷だけど。バカじゃねえのお前。出た？出ない。あ、うん、留守電。ちゃんと祈ったぜ。そこは心配してねえよ。これから私どうすればいいんだろう。男なんて星の数ほどいるよ。ごめん、でも他に言えることが何もないの。そうだよね。こうなったらもういいや。私だって彼氏作ってイチャイチャするもん。それもいいかもね。男子の知り合いがいない。こういう関係狭いもんね。ああもう、なんでこんなことになっちゃったんだろう。こんなことになるって分かってたらさっさと告白。わっ、ひゃー。え、あ、携帯か。携帯が鳴っただけか。鳴っただけでした。ごめん、変な声出して。どうして携帯が鳴っただけでそんな声が出るのか分かんないんだけど。誰だろう、誰だ。おう、噂の彼。ご明察。出ないの？出るよ。出る出る。ねえ、出る出るって。あ、結局出ないのかよ。だって怖いんだもん。え、怖いって何？怖いってどういうこと？だって私今まで何してきたと思う？え、晩ご飯一緒に食べたり一緒に遊んだりしてたんだよ。映画を一緒に見に行っては、これひょっとしてデートなのではとか思ってたんだよ。もう実質付き合ってるようなもんでしょって勝手に思い込んでたんだよ。そういうのが全部勘違いだったっていうだけでも穴があったら入りたい。心中お察しするけど、そんな勘違い女道を激走してきた私がだよ、今更平常通りに会話するとか無理。自虐的だな。あっちは多分そんなに気にしてないよ。こっちが気にしてるの。面倒なやつ、ひどい。別に悪いことしてないんだから堂々としてればいいのに。そうは言っても、でも電話よこすなんて珍しいな。ん？かけてきたことほとんどないんだよ。電話いつもメールだし。何かあったのかな。彼女と別れたとか。そういうんじゃなくて、家の誰かに何かあったとか。なんで家の誰かに何かあったからってあんたに電話すんの？嫁なの？だよね。勘違いも甚だしいよね。じゃあ彼女と別れたんじゃない？いや、それっておかしいでしょ。おかしいでしょね。彼女と別れたからって私に連絡よこすって、それこそおかしいでしょ。ごめん、私が悪かった。動揺させるようなこと言って悪かったから。半端な期待持たせるようなこと言わないでよ。悪かったってば。あー気になるけど、かけ直したくない。まあいいや、後で考えよう。いいのか。わっ、ひゃう。え、お、あ、今度はメールだ。動物の鳴き真似かと思ったよ。わっ、ひゃうってなんだよ。メール来るたびに大変だな。彼から？そうみたい。ねえクミちゃん。クミじゃないけど、何？私の代わりに読んで。いいの、読んでも。怖くて読めない。彼女とののろけ話だったらと思うと。じゃあ読む。
ないで、読み上げて。繊細なやつ。うん、会いたい、今から、しすらな、手配。え、寒、うん、つうかパクリ、しすらなって何？あれ知らない？会いたいってことなのかな。どうなんだろうね。とりあえず返信したら、しすらなって何なのか聞いてみよう。やめてあげなよ、多分今頃頭抱えてもだえてるよ彼。どうしよう。あ、またメール。お、今度は泣き声出さなかったな。手に持ってたからね。あんた普段どこに携帯入れてんの？なんて書いてあった？トナキラのナトなのに。は？トナキラのナトなのに。悪いこと言わないから彼のことは諦めな。私もそうした方がいい気がしてきた。あ、またメールだ。3連でメールって普通にうざいね。普段は事務連絡すらろくによこさないのに。へえ、帰りに何か買ってきてとかそんなんばっかりだよ普段は。へえ、何？通い妻だよねそれ。なんかやだその言い方。とりあえず正座な。うっす。クイックルワイパー振り回したことは許すよ。そういうことするやつだしな、昔から。人んちで使い捨てカイロの中身ぶちまけて検証し始めたり。うっす。エアガンで庭の木打ったりさ。まあそういうことやるやつだったし。うっす。でも人の携帯で勝手にメールすんのは違わね。うっす。反省してます。つうか何？内容もこれ名作っす。うん、名作だよな。でも何これ、いつか使ってみたかったんす。自分の時に取っとけよ。いや、頭おかしいって思われるじゃないすか。だよな。うっす。で、2通目は何これ。あー、それは何？金田一少年の七不思議のエピソードで使われてた暗号っす。治水街に砂ってやつ。先輩キャラがエマルくて好きだったっす。あ、ひらがな入力ってことね。うっす。携帯で。うっす。お前さ、人がトイレ行ってた隙に何やってくれてんの。いや、携帯はちゃんと携帯しないと危ないよっていう教訓を広めたくて。正直すまんかった。これ俺怒っていいとこだよね、ほんと。うっす。それやめて。はい。マジかよ。お前マジ、引くわ。ないわ。悪かったって。ほんとお前、だってまどろっこしいんだもんお前ら。ああ、どう考えても付き合ってるくせにグダ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 。こっちはいい迷惑なんだよ。見せつけたいなら他を当たってくれよ。俺には日常的に会話してくれるような女子だっていねえよ。俺の携帯の着信履歴見るか。ああ、母親ばっかりだぞボケが。お前何も泣くことないだろう。うるせえ。居直ってんじゃねえよ、訴えるぞ。すまん。まあ確かに俺ももっとお前に気を使うべきだったかもしれないな。やめろ、気を使われるとそれはそれで哀れまれてる感じがしてムカつく。どうしろって言うんだ。どんどん相談してくれ。俺もどんどんイライラしてどんどん嫌がらせするから。そして俺はどんどん報復すればいいわけだな。わかってるじゃないか。お前との関係を見直したくなってきた。まあこうなっちまったもんは仕方ないな。ついに動かれるのですか。とりあえず意味不明のメールを送ったことを謝らないとな。メールなら読んでもらえるだろうしな。そうな、言いたいことあったんならメールで伝えればよかったんだよな。どうしてこんな単純なことに気づかなかったんだろう。メールって伝言にはいいよな。返信来るとは限らないけど。そうだよ、返信来ないかもっていうのが怖かったんだよ。
嫌なこと思い出させやがって。男でそこまでビビりって普通に気持ち悪いよ。なんてメール？何？これから会えないかって。今度はまともなメールか。さっきまでのメールは天狗の仕業なんだって。あ、そう。まあ天狗なら仕方ないね。だよね。なんて返そう。返すの？返すなら別にいいと思うけど。さっきまでの反応を見るにてっきり返さないのかと。あ、そうだった。意味不明なメールのせいですっかり頭から抜けてた。ゆるいな。でもいい加減避けてる場合でもないのかも。会うの？どうしよう。ね、どうすればいいのかな。あのさ。背中押してほしいの？何それ。そんなことないよ。あ、そう。なんか背中押してほしいのかなって思っちゃった。やだな。別に自分のことくらい自分で決められるよ。大丈夫。そんな目で見ないでよ。あ、ごめん。別にそういうんじゃなくて、単に珍しい立場だなって思ってぼーっとしただけ。どうしても気になるんだったら会ってみたら？でも相手は彼女できたって言ってたんでしょ。だったらもう失うものなんてないじゃん。ぐさっと言うな。事実は事実として受け止めておいた方が楽だよ。そうかもしれないけど、会うだけだって思えばいいでしょ。でも会えないかって言ってきてるんだよ。何か話があるっぽいよね。それにしても電話に出なかったのにこれからって変な話だよね。電話に出なかったら用事があるのかもって思うでしょ、普通。それなのにこれから会えないかってよっぽど切羽詰まってるんじゃない？もしくは本当に休養とか。まあ思いつきだけどさ。ごめん、今日はもう帰ってもいいかな？いいよ、ちょうどお昼だし。今度埋め合わせするね。いいよ別に。こっちが埋め合わせしてるようなもんだったんだからさ。持ちつ持たれつだよ。ありがとう。まあ頑張ってね。ねえお兄ちゃん、私ね、大人になったらお兄ちゃんと結婚したい。小学5年生にもなって何言ってんだお前は。何歳になっても言うもん。はいはい、10年後も同じこと言えたら結婚してやるよ。5年前も同じこと言ってた。じゃあ5年後だな。私は真剣に言ってるんだけど。あ、お兄ちゃん、こっち来なきゃ。壁の上。行き止まりだろ。猫になれば登れるんだってさっきも教えたでしょ。ほんとだ。3D になるとよくわかんないな。ウサギはダッシュすれば捕まえられるよ。ダッシュってどこ？ Y ボタン長押し。そうそう。ちょっといい？あ、ほら、あのキノコ追いかけて。ちょっと待ってて。あれ、毒キノコじゃないの？違うよ、大きくなるやつ。お兄ちゃん下手だな。最近のゲームはよくわかんねえ。もう年だな。あ、落ちた。なんでうちにいるの？いや、お前から返信来た後電話かけようと思ったんだよ。その方が話早いし。でも間違って自宅の方の番号にかけちゃってさ。そしたらおばさんが取りに来てほしいものあるって言うから。道理で返信がお前家にいるからだったわけだ。悪いとは思ったんだけど。別にいいの。うちの母親人の話聞かないし。で、なんでその子が膝の上にいるの？ほらお兄ちゃん、早くやろうよ。お前一人でやれよ。だっていつも一人でやってるんだもん。お姉ちゃん遊んでくれないし。仕方ないな。ねえ。もうちょっと待ってて。じゃあ次ここね。話があるんじゃなかったの？いや、あるにはあるんだけど。何？な
あ、お兄ちゃんそこ、そこそこ、スタンプ。え、どこ？彼女のこと？え、お兄ちゃん彼女できたの？ば、お前、今画面から目離したら、落ちた。どういうこと？さっき結婚してくれるって言ってたのに。ねえ、どういうこと？ねえ。彼女できたのに、私の家に来ていいの？怒られるんじゃない？バカバカバカ！痛いから叩くなよ。バーカバーカ。あー、つまりな。バカ！改まって説明すると、すごくバカらしいっていうか、もはや情けない話なんだけどな。あれは嘘だ。もうバカ！え？バカ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 ！でもほら、え、言ってたよね。4月1日だった。April Fool。 なんで無駄に発音良さげなのよバカ、この浮気者。叩くなってば。え、じゃあ嘘なの？嘘だよ。あ、え、嘘？嘘だよ。お前もお前で人の話ちゃんと聞け。なんだ嘘か。そうだよね、お兄ちゃんに彼女なんてできるわけない。事実っていうのは、そのまま口に出すと人を傷つけることがあるから気をつけような。え、何それ。じゃあ私、なんで嘘なら嘘って言ってくれなかったの？こんな嘘をついた俺が一番悪いっていうのは分かってるんだが、説明しようとしても話を聞かなかったのはお前だ。え？その日のうちに説明したら上の空だったし、それ以降は避けられるし。それにしたって、そんな嘘なんでつくの？そのせいで私がどんな。あ、お姉ちゃん泣いてる。泣かせた泣かせた。ごめん。ごめんって済んだら離婚届はいらないよ。悪いけど、ちょっとあっち行っててくれる？はーい。ひどいよ。悪かったってば、ここまで反応するとは思わなかったんだよ。あ、梨切ったけど食べる？なんで目を輝かせてるんですか？ドキドキする。あっち行ってて。はーい。俺がずるかったよ。お前がどんな反応するかなって思ったんだ。え？彼女できたって言ったらさ。反応を伺ってたんだ。卑怯だと思うよ。つまり何が言いたいかっていうと、俺はお前のことが好きなんだよ。だから変な嘘ついた。悪かったよ。え？何それ？キャーキャー。場所をね。考えて欲しかったかな。すまん。キャーキャー。今日は何日？え？今日の日付。あー、エイプリルフールじゃないってことしか覚えてない。本当に？エイプリルフールじゃない。そっか、そうなんだ。ついでに言うと嘘じゃない。それが嘘？じゃない。ごめんね。俺今振られたんだよな。え？あ、いや違う。こらこら、私もつるかったよ。私たち別に付き合ってたわけじゃないもん。好きな人ができたら付き合うのだって自由だよ。それなのに勝手に拗ねて避けたりして。いや、だからそれは。ごめん。自由じゃないよ、婚約者いるよ。無視だよ。ちょっとその辺散歩しない？あ、あのさ、私のこと好きって言ったよね。言った。なあ、もしかして泣いてる？泣いてない。これはちょっとびっくりして。あ、そっか。本当に？俺と付き合ってほしい。お前と一緒に登下校したり出かけたり、家でぼーっとして過ごしたりしたい。それ全部したことあるよ。あー、意味が違う。意味？そう、意味が違う。
どんな風に？ああ、それはなんだ、あれだよ、付き合ってからの登下校は付き合ってない時の登下校より数倍。数倍？数倍すごい。何が？わからんけど、すごいと思う。どんな風に？多分だけど、一緒にいるだけで。うん。すごくドキドキする。すごく嬉しくなる。と思う。それ、今までと変わらないよ。かもしれないけど。付き合ってたらさ、例えばそばにいてほしい時にさ、そばにいてほしいってわがまま言ったりできるのかな？多分。ちゃんと好かれてるんだって安心できる？多分。なんだか頼りない返事だね。ごめん。でも好きだよ。ずっと好きだったよ。プロポーズしてくれるの待ってたよ。覚えてたのかよ。忘れるわけないでしょ。忘れて？無理。今すごく嬉しいから。好きだよ。すごく好きだよ。だからさ。だから私の椅子になって。は？あ、ごめん、間違った。なんかすごい間違い方したみたいだけど。つまり何が言いたいかっていうと、つまり、あのさ、はい。付き合ってくれ。あ、よくわかんねえけど、時々なら椅子になってやってもいい。それはしなくていいけど、よろしくお願いします。なんだかすごく遠回りした上に変に負担かけた気がするけど。そうかもしれないけど、そうでもないよ。悪かったな。いいよ、離れたくないって思ったから。だから一緒にいてね。一緒にいよう。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、評価、よろしくお願いいたします。